院長お疲れ様です。本日の趣旨をお聞かせ願いませんでしょうか。まあ、うちは東西洗浄ということで、はい、まあ、羽賀部長の方からの指摘がありまして、はい、え、つらにやっぱり我々人生というものは戦いなんだと、はい、で戦いの中で自分でコントロールして、はい、適度に健康を留意し、はい、休み、はい、そしてまた戦闘モードに入ると、はい、全てのやることは、はい、やっぱり自業自得である、はい、まあ、こういったものね、はい、改めて自覚せんといかんと、はい、今のやわな、はい、デモクラシーにおいて、はい、他力本願、はい、全て何かあったら他人のせいにすると、はい、いうものが横行している、はい、弱い人間を作って悪が、はい、誰も助けることはできないと、はい、こういったことを我々自身がね、はい、改めて自分たちが弱い人間なんだということを意識しながらね、はい、強くなりたい、はい、そういうことを趣旨として、はい、今日も頑張ってね、はい、運動に参加しております。もう一つちょっとお聞きしたいんですけど、数日前にはトランプが撃たれたっていう事件がありまして、容疑者を見るとなんかアメリカのちょっと底辺って感じの風貌で、やはり日本もアメリカの影響を受けて、あのスクールカースト、社会人カーストがなんかもうアメリカほどではないんですけど凄まじくなってるような気はしますが、そういった社会人カースト、スクールカーストっていうのはどのように戦っていくべきだと思いますか。カーストとかあるいは区別差別は、はい、どの時代にも、はい、どういう社会にもあります、はい、これはね、はい、でもそれは、はい、やっぱ強いか弱いかなんですよ、はい、弱いものは、はい、弱いなりの原因があるんですね、はい、で弱いことを嘆いてもしょうがない、はい、まあ、強くならなきゃいけないと、はい、いうことをねやっぱり強調したいですね、はい、これなくなりませんよ、はい、全てにおいて、はい、だから強くなるためには、はい、ただ力を暴力でもって強くするんじゃなしに、はい、やっぱり自己成長というものを果たさなきゃいけない、はい、社会における貢献とかね、はい、やっぱり社会に役に立つとか、はい、いうことをしっかりとやって、はい、で皆から認められるというね、はい、やっぱりこれこそ本当に人格形成だと思いますよ、はい、それをあぶれた人間が、はい、自分たちがアウトローだから、はい、だから暴力に訴えて、はい、あるいは他人にね、はい、じゃあ僕たちの権利をね、はい、とにかく依頼するということ自体が情けない、そういう自助努力というものを放棄し、はい、他人に依存する人間は、はい、差別されて叱るべき、はい、私はそう思いますね。差別はあの乗り越えるべき視点だと思います。口ではみんないいこと言うけど、はい、内心では絶対違いがあるんだから、はい、まあ、そういったね本当人間の心理というものを、はい、本性というものを理解しないで、はい、口先だけでみんな仲良くしようなんてありえないということをね、はい、まあ、口先で言ってる人間ほどね、はい、おぞましいやつはいないです裏では、はい、そういうことを知りたいですね、はいはい、はい、ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。